グアム国際空港、正式名称アントニオ・ビー・オン・パッド国際空港は、アメリカ合衆国グアムの国際空港である。3000メートル級の滑走路を2本持つ、グアムの観光中心地タムニンとバリガダにまたがる、高台に位置するグアム唯一の国際空港である。24時間運用されており、特に日本島への早朝便や日本島からの深夜、到着便も多い。 旅客ターミナルの他に、貨物専用ターミナルも完備されており、貨物専用便の発着も多い。フリーダムエアとフライミクロネシアの本拠地であり、また、ユナイテッド航空の太平洋地域における、ハブ空港である。日本航空や、チャイナアライン、大韓航空やフィリピン航空、ナウル航空などが、アジアやアメリカ、オセアニア各地から乗り入れている。 2012年11月19日より仙台空港と姉妹空港提携を締結した。2013年より日本航空が服装重視昇格訓練を東空港で実施している。第二次世界大戦以前サンフランシスコからハワイ経由でグアムに乗り入れていたパンアメリカン航空は飛行艇でグアム島内に乗り入れていた。その後、 第二次世界大戦中の1943年に当時グアム島を占領していた大日本帝国海軍の飛行場として建設された。給料格ターミナル1944年7月から8月にかけて行われたグアムの戦いでグアムを奪還したアメリカ軍はこの飛行場をアメリカ陸軍航空軍の基地アガナ飛行場とした。1949年には アメリカ海軍に移管され、赤な海軍航空基地となり、1995年まで軍事基地として使用された。1964年より民間供用が開始され、パンアメリカン航空やコンチネンタル航空、ノースウェスト航空が就航を開始した。1967年にはパンアメリカン航空が東京国際空港との路線を開設し、 1970年には初の外国航空会社として日本航空が東京国際空港から乗り入れ現在に至る。最初の本格的な旅客ターミナルは1982年に建てられた。1988年には旅客ターミナルの正式名称をグアムから始めてアメリカが州国会議員となったアントニオ・ビーオン・パッドにちなんでアントニオ・ビーオン・パッド・グアム。 インターナショナルエアーターミナルと改称した。1998年には国際線旅客の増加に対応して現在の旅客ターミナルが新設された。航空会社カウンター面税店フードコート1998年9月に共用が開始された旅客ターミナルは約55万平方フィートの面積を持ち710台分の 一般利用客向け平置き駐車場が併設されている。国内線と国際線に対応しており、日本や中華民国、大韓民国からの国際線旅客の利用に対応して免税店や土産物店、高級ブランドのブティックも多く設けられている。グアムの経済及び観光の中心地であるハガニアやタモニ車で十五分程度の距離にある。鉄道の乗り入れはないが、島内の 主なホテルへシャトルバスが運行されている。またタクシーも多く使用されている。アメリカや日本の大手レンタカー会社のデスクも完備されている。空港内のレンタカーデスクは乗り入れ便に合わせ24時間営業している。入国管理はアメリカ国土安全保障省税関、国境警備局が行い、通関はグアム政府の税関、検疫所が行っている。 また出国時のセキュリティチェックは、アメリカ国土安全保障省の運輸保安庁が行っている。日本国籍を含む十数カ国の国籍保持者は、入国する際に、グアム北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムという、当該地域専用ビザ免除プログラムも利用することができる。これは通常アメリカ合衆国の州へ、 入国時に義務付けられている電子と公認証システムを申請することなく入国できる制度である。ありがとうございます。